皆さん、こんにちは。本日は、時崎城場紹介します。時崎城は、現在の千葉県桜市にあるとよ。昔の下佐の国場へ。現在の時崎城は、桜市市民文化遺産にあっとります。途上口には、説明板のあって、時崎城の文化遺産の選定日など記載されております。アクセスとしては、JR 桜駅から徒歩15分ほどやね。 駐車場は中県が別の場所に泊める必要のある。時崎城の築城時期や城主などは不明媒、戦国時代前期の館跡と推定されております。現在の遺構だけば見ると、規模は小さかです。城の遺構としては、車や土類が残っとる。他には、主車に井戸の跡があるね。時崎城市民緑地管理者桜市公園緑地課が建てた説明板によると。 今井戸は落城時の脱出口となっとって、現在は民家の横穴に通じとると言われとる葬媒。当然ながら、城側の井戸は通れんし、民家側の横穴も非公開となっとる葬弥県が確認することはできんね。私有地で立ち入り禁止の場所もある県が注意いただければと思います。入ることのできる場所は想定より多くの意向になって驚いた。令和4年時点では、ありがたかことに見学することのできたとけど、 将来はどこになるかわからんけんが機会のあれば寄っていただければと思います。ご視聴くださってありがとうございます。